はい、調子を屁を置きながらゲーム実況をするゲームおかきの時間がやってまいりました。プーヤンやってきます。まあ全滅するまでやりましょうか。非常にシンプルでね、あの風船をこう矢をめがけて撃ってくるゲームなんですよね。で、左上に32とかって書いてあるでしょ。つまり30、狼を32匹倒したらクリアと。で、おお、ちょ、この敵がなんか投げてくるんですよね。あれ当たったらやられます。ただ、その、自分の乗ってるその乗り物のね、上とかに当たった場合はセーフ。あと、矢で弾き返してもセーフ。風船狙ってくるね、風船をね。あと12機、ああやられた。ちょっと待て。結構当たるんだよ、これな。当たる当たる、あぶねえ。結構当たりづらい。ああ、当たんない。さあ、来い。よし。これクリアね。この下からだ。今度上がってくる。下から上がってくるんだよ。敵がね、どんどん強くなってくるのね。攻撃力ね。ああ！もうないぞ。これ、死んだら終わりじゃん。ね、思いのほか相手の攻撃当たっちゃうんだよな。肉で攻撃するとね、一発で倒せるんだよね。肉で対応したいんだけどね。お、これピンクね、ボスザル、ピンク。こいつ倒さなきゃいけない。よし、オッケー。で、これでボーナスステージか。ボーナスステージはひたすら肉で攻撃できるという。待って待って、危ない危ない。うわ、もう2匹上がらせてしまったように。倒さないとね、右の方に登っていくんだよ、どんどん。あー、ゲームオーバーか。あ、まだあと1機ある。倒せない、一発で。よし、いい感じだ。あぶねー。あー。
よし。下からか。来い。ほれ。ああ、それでまた40匹。きつ。これきついな。ああ。どうしても当たっちゃうな。よし。よし。うわー、なんだこれ。一気にやばい。あらららららら、ら、肉。よし。ああ、まずいぞ。倒せない。5匹に増えちゃうんだよね、ボス倒せなかったら。ん、来た。よし。よし、クリア。さあ、これで4面クリアか。さあ、5面だ。あいきなりやられた。ちょっと待って。いきなりですか。ちょっとこれはね、嫌な予感がするね。玉砕者になる予感がするぞ、このステージは。まあ、謎の復活あるんでね、玉砕衆は、ね、いっぱい作れますが。あーっとー。残り1機か。あれ？あら、よし、再び挑戦だ。ごめんに。ああいや、至近距離のちょっと辛いな。もうあと1匹。よし、これで5面クリアか。よし、これよし、4匹切り。肉による。よし。うわー、激しい。いやー、強い。あー、もう押された。いやー、これむず。これはね、無理。5面までクリアしたのか。いやー、ワンループってことはあと6、7、8って3つ残ってるけど、これはもう無理。やめます。ご視聴ありがとうございました。